そして何よりもガーナの子どもたちのスマイルに会えるのを楽しみにしています。入社後、主に営業部での経験を重ね、2022年から現職でチョコレートブランドの戦略立案から商品開発までマーケティング業務全般を行っています。セールス時代は小売業様への商品や売り場提案を行っていました。出産を機に世界の子どもたちを取り巻く社会課題に関心が強まり、貧困をなくし、すべての子どもたちがワクワクできる社会を作るという私自身のパーパスを持つようになりました。ワンチョコフォーワンスマイルの担当になってからは、15周年プロジェクトとして実施した限定商品の発売やメッセージ交換企画にとても思い入れがあります。カカオが作られる赤道近くの国々では、森林伐採や農家の貧困、児童労働などさまざまな社会課題を抱えています。特に児童労働は子どもの心身の健康を損なうだけではなく、子どもとして過ごす貴重な時間を奪い、その先の人生にも影響を及ぼすのではないかと感じ、決してあってはならないことだと思います。カカオ生産国の今を体感することで、これから先ワンチョコフォーワンスマイルを通して、当社が私が何を目指していくべきかを考え、皆様に伝えるきっかけにしたいです。そして何よりもガーナの子どもたちのスマイルに会えるのを楽しみにしています。